どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、髪質別の外ハネスタイルの巻き方について紹介します。はい、ということで実際やっていきたいと思います。まず、外ハネをするときってだいたいね、こう、まあ、サイドでちょっとやっていくんですけど、だいたいこう2つに分けたりとか、まあ1個でやる方も結構いるかなと思うんですけど、こういうね、櫛とかで多分溶かします。で、このまま外にグイーッと中間ぐらいからこうアイロン入れてね、外にこうやって跳ねさす。多分ね、こういう風にやられる方がほとんどかなと思うんですよね。確かにね、これでもね、全然綺麗にできたりとかして、外跳ねのね、うまいことできるかなと思うんですけど、こういうふうにこれだけでやる方も結構多いかなと思うんですけど、これだったら例えばですけど、髪の毛の量が多い方だったりとか、こうボリュームが出やすい方だったらこれで OK かなと思うんですけど、髪の毛の柔らかい方だったりとか、ボリュームが出ない方でこういうふうにやっちゃうと結構ペタッとしてしまうので、そういう方向けの、外跳ね方法を反対側でやっていきたいと思います。では反対側で、髪の毛がね、柔らかい方だったりとか、ボリュームが出ない方向けの外跳ねの巻き方をやっていきます。さっきはもうさっきと手順的には一緒なんですけど、こう溶かしてで巻き始めて、こう中間からやって、さっきはこう外にしてたじゃないですか。この巻き始めを一番最初軽く内に入れるんですよ。内に入れて途中でひっくり返して外跳ねにする。そうするとここに空間が出るの分かりますかね。この丸み、こっちと比べたらこっちはストーンとしてケッと跳ねてるっていう、こっちはふわっとこう内が膨らんで毛先が跳ねてるっていう、こういう風な感じで巻いてあげると結構ね、ボリュームが出た感じに見えるので、もう一回いきますね。中間ぐらいから入れて、内巻きに入れたやつを外に、そんなになんか、ね、なんか波ウェーブっぽくやらなくても全然いいんですけど、ただこう普通にこう丸みをちょっとつけて毛先を跳ねさすみたいな、こういう風な感じでちょっと S っぽい感じでこう入れてあげる、カールを入れてあげることによってこういう風に丸みが出ます。パッと見た感じ、これだけでも全然印象違くないですかね。多分こっちだったらストーンとしてペタッとして見えるんですけど、こっちだったらちょっとふわっとしてこうボリュームが出てるように見えるし、少しね、まあ、ブローもしたのかなっていう感じにも見受けられるかなと思うので、ボリュームが欲しい方、猫毛だったりとかね、ボリュームが出ない方はこういう風な巻き方していただいて、で逆にボリュームが出すぎる方だったりとか、髪の毛が多い方っていうのはストーンとして毛先を跳ねさせる方がバランスがいいかなと思います。で、後ろのこの辺とかってなんかやりづらいって方って結構いらっしゃるかなと思うので、ここもね、なんか全部を巻くっていうよりはもう本当にバッと後ろなんか多分自分でやるのめっちゃ大変だと思うんで、もうこの辺から最初に一回毛先で外に跳ねさせて、こういう風に跳ねさせるじゃないですか。で、この表面の部分ですね、大体この辺り部分ぐらいを取っていただいて、ここを自分のところにこう前に持ってきて、で、さっきみたいにこう内に入れて毛先を外に跳ねさせるぐらいでもちょっと丸みが出るので、少しで表面だけでいいと思います。ボリュームが欲しい方だったりとか、もう全部が全部やっちゃうと結構大変かなと思うので、この表面の部分だけ内に入れて外に跳ねさせると結構ね、自然に丸い感じの印象になってボリュームが出やすくなると思いますので、後ろを巻く際はこういう風な感じでやってみてください。ということで、こんな感じでね、やってみました。で、本当にね、やるポイントっていうのは、ちゃんと内巻きに入れて外に跳ねさせるっていうだけなので、カクカクってやるんじゃなくて、本当に滑らかにやるのがポイントかなと思います。なので、その髪質によって、外跳ねの仕方だったりとかを変えてあげると、全然なんか同じようなスタイルなんですけど、全然バランスよく見えたりもするかなと思うので、ちょこっと、まあ僕らが、いつもね、営業中とかにやってるテクニックをちょっと今日はご紹介させてもらいました。
なので、紙質別で、皆さんやっていただければと思います。この動画良かったら高評価ボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。